皆さんこんにちは、やたらです。前回俺たちのダニーがここに座ってましたが、結局ハグをしてお別れしました。避難所を追われ、アパートも丸焦げになり、居場所を失った外国人留学生のダニー、そんなダニーに救いの手を差し伸べたいと思い、1200円払ってこのソフトをやってますが、結局できたことはハグ、ただそれだけでした。正直グランゼーラさんが出したその結論に納得はしてませんが、まだこのゲームで解決してないこともいろいろあります。ベストラという会社の真実や、人身売買を行っていた男トモヤ、あいつの行方を追わねばなりません。やたら松彦、今日も頑張っていきます。お、ここは宗教団体のあった跡地だね。嫌な予感がするが、入らないと進まなそうなので中に入る。え？これは？お帰りなさいませ、ご主人様。ただいま。なんだこれは。メイド喫茶的なものになったのか。こちらへどうぞ。はい。なんか片耳折れてますけど。拒み方早っ。なんだ今のやりとりは。せっかくなので何か質問をしてみようかな。乗ってきたね。ここは白き衣の会の拠点ではないのですか、と素朴な疑問をぶつける。まあ、これだよね。目的を見失わずに、ヒロコがここで働いていないかを、あ、忘れてたわ、ヒロコのこと。ヒロコのことを完全に忘れてた。もう一つの目的のために、ベストラの関係者を知らないか尋ねてみる。目的を見失って、メイドさんのプライベートについて尋ねてみる。これですね。いかがいたしましたか、ご主人様。まあ、名前を聞いたところで、所詮源氏なん言われるだけでしょう。食べ物も別に興味はない。好きな異性のタイプ、これちょっと気になるね。スリーサイズは見ればわかる。将来の夢はどうでもいい。異性のタイプだね。好きな異性のタイプって、どういう人か。陰キャになるな、陰キャに。もちろん、ご主人様のような方です。うわ、テンプレ来たよ。こういう、じゃあもう名前から聞いていくよ。名前は、なんていうの。うずきうさぎです、ご主人様。なるほど。しっかり設定作ってきてるね。スリーサイズ。スリーサイズって、教えてもらえるかな。教えてもらえるかな。そんなこと聞いちゃいけませんよ、ご主人様。全然崩せない。好きな食べ物は何？ネズミタンオムライスです、ご主人様。なんだそれは。この店の看板商品か。将来の夢について。将来の夢ってなんだい。もちろん、ご主人様のメイドとして立派に務めを果たすことです。全然おもろくないな、この子。全然おもろくないわ。本日は何をお召し上がりになりますか、ご主人様。これどこまでやるの。このやりとりどこまでやるんだ。あ、これが今言ってたネズミタンオムライスか。まあ、金はいくらでもあるんで、じゃあ一番高いの行こうか。ネズミタンオムライスをお願いします。ノリノリ。かしこまりました、ご主人様。来た。ネズミタン。なんでネズミなんだ。ウサギがどうこう言ってたのに。今さらウサ耳つけたところでな。もともとのファッションの方がインパクト強いんだよな。こうしてメイドさんの一連のサービスは終わった。嫌なお客さん来てないわね。嫌なお客さん。ああ、あの
お客さんね。ギャルっぽいメイドがいるね。メイド同士の会話が聞こえる。いつもベストラの社員だったことを自慢して嫌な感じよね。ここでもベストラか。そうよ、霧島社長みたいな人なら私本気で尽くすのに。あのお客さんはきついわ。誰だ。ベストラを辞めてから仕事が見つからないらしいわよ。ゆかりちゃんが言ってたけど、あのお客さんこの店に来てない時はあざみ駅前の中堅パチコーの前で座ってるんですって。すごい情報流してくれるやん。私も聞いたわ。うさ耳カチューシャをつけてパチコー前で座ってたって。なるほど、行ってみよう。気持ち悪い。くっすくすいや、な、自分のことだと思った。どういう反応だ今。いってらっしゃいませ。俺のことかなって。違うよ、気にすんな今さら。恥を捨てろ。ちょっと店内見学しようか。これはサラリーマン3人組。あれ、霧島社長じゃねこれ奥の。違う、霧島っぽい見た目だけど違うか。もうしっかり注文してますね。なぜか奥の男性だけオムライスを頼んでるように見えるね。調子乗ったのかな。どう振る舞えばいいかわからない。出た出た、そういうやつ。そういうやつはメイド喫茶来ちゃいけません。オムライスを目の前にして高ぶってる男。俺がメイドさんのオムライスか。いや、奥にシェフがいるんですよ。メイドさんは作ってませんよ。メイドE、サツキアオイ。オムライスいかがですか。ちょっと顔全然可愛くないんだけど。この子、よかった、担当じゃなくて。さっきの子でよかった。奥にもちょっとなんか地味な子がいるね。メイド F、葉月優奈。ご主人様に尽くさないと、よしみさんに叱られてしまう。誰だ?ここのボス、よしみさんらしい。メイドよりも食欲が勝っている男。あっという間に食べてしまった。なんだそれ。メイドに続行の男。もったいなくてオムライス食べれない。結構半分食べてますよ。まあまあ。メイド D、海月ひまり。素敵な食べっぷりです、ご主人様。顔死んでますよ。何人かね、この店顔が死んでるんだよな。かと思えばこのギャル二人、何なの君たちは。メイド B、むつきまみ。私も聞いたわ。うさ耳カチューシャつけてパチコー前で座ってたって。メイド C、きさらぎカレン。気持ち悪い。これ名前が全部あれなんだね。名字が、旧暦の月の名前になってんだね。絶対奥に怖い人いるよ。あ、この人はよしみさん?出た。マネージャー兼メイドよしみ。あれ?あなた?ああ!イタリアの店にいた人か。イタリアの店じゃねえ。イタリアンの店だよ。やっぱりあの地震の時に店を通っていた人で、店を通っていた人で。そのコスチュームよく似合いますよ。あくまで仕事で来てるだけだからあまりジロジロ見ないでよ。なんでこんな仕事に就いちゃったんだ。どうしてここにいるんですか。以前働いていたアジサイ交差点のそばのイタリアンではシェフと気が合わないし時給も上がらないからアザミ駅に仕事を探しに来てる。その時時給がいいこの店を見つけて働いてるうちに責任者を任されたの。なるほど、出世したんですね。実は僕、ゆかりさんのことが、と告白に突入してみよう。あなた、風の噂で聞いたけど、朝顔交差点のコンビニでアルバイトしてる高校生にも告ってたらしいわね。なんでバレてんだよ。はい、そうですけど。いい加減にしなさいよ。なんで怒られなきゃいけないの。しかも間違って全然可愛くない方の高校生と僕付き合ってるんですよ。許してくれよ、それぐらい。ちょっとパチコ前のうさ耳つけてる人探しに行くか。もういたわ。わっかりやす。あなたですね。哀れなおじさん。うさ耳の失意に満ちた男。あんた、そのうさ耳似合いますね。あなたベストラで働いてたんですってね。
ご無沙汰してます。あなたにベストラカボを勧められたものです。あ、あいつか。ハンバーガーショップに来いって言ってたやつだ。これしてみようか。あなたか、ああ、覚えてるよ。あなたはなぜベストラを辞めたんですか？その話か。そう言うと、うさ耳カチューシャをつけたくたびれた雰囲気の男は一人話し始めた。俺は元ベストラで総務課の主任をしていた。ライバル企業のケルベロスに寝返る準備をしていたんだ。なるほどね。そこにあの7月の地震が起きた。ケルベロスの指示に従って霧島や中西の情報を流し、株価をどんどん下げていった。ベストラが力を入れていた動画投稿専用 SNS を安い価格で買い叩くのがケルベロスの狙いだったんだ。実際株価は暴落して従業員は辞めていき、霧島も雲隠れして完全に積んだ。そう思ったのにな。あそこであんな逆転の手を打てるとはさすがだ、霧島。なんか霧島が悪いことやってるみたいな話があったよね、あの記者からね。何かがおかしい。手際が良すぎると不審に思う。そうだよな、何かがおかしい。あ、そうだ、あいつなら何か知ってるかもしれない。あいつって誰ですか？あいつといえばあいつだよ、倉本だ。ケルベロスの倉本はライバル企業の霧島ですら一目置いていた。事実、霧島は中西専務や総務部長以上にケルベロスの倉本の実力を買っていた。倉本は卑怯なことを好まない。だからケルベロスの社長とも反りが合わないが、それでも裏切ることなくケルベロスで働いている。そんな倉本が昨年の7月下旬に妙なことを言っていた。霧島を見損なった。そこまでして生き延びたいのかと。あの時は気にも留めなかったが、奴は何か知っていたんだ。だが倉本は何か知っていても話をしないだろうな。俺も霧島が倉本を高く評価していることを知ったのは全くの偶然だからな。奴の好物でも持っていけば。なんだろうな、それ。おっと、俺も独り言が多くなっちまったな。さてと、そろそろメイド喫茶でも行こうかな。と言うと男は立ち上がって去っていった。倉本に、なんか食べ物を送ればいいわけね。コンビニだ。うわ、出た出た。熊沢が普通に店員やってんですけど。おや、お前確か。半年前、あんたにとにかくひどい目に遭わされたものだ。そういえば、そんなこともあったかな。さてと、商売商売、さあ買っていってくれ。え、こいつ本当にやってんの今。ちょっと待って、値段がおかしい。やっぱり値段がおかしいんだけど。チキン南蛮24,000円。おにぎり8,000円。ペットボトルウーロン茶8,000円。おにぎり梅、こっちは2,000円。何をやったんじゃこいつ。相変わらずぼったくり価格で商売しやがって。マサオの片思いの女の子に似てるな。じゃあ10万円払うわ。マサオは俺の知り合いのコンビニ店員だ。そのヒルコという子が毎日奴の店に買い物に来るらしく、マサオはその子のことが気に入ったらしい。マサオが働いてるのはこの店じゃないぞ。なでしこ運河のそばにあるコンビニあけぼの空き店。なるほど。